みて、これ、サンバイザー買ったんですけど、100均で。表と裏に保護フィルムがつけてあったのね。それで、最初帰って爪でカリ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 やってもどうしても取れなくって、そうだ、シールを剥がすときってドライヤーで温めればいいんじゃねと思って、ドライヤーの風をね、ビューンってボーンって当てたの。そうしたら表も裏も簡単にこの保護フィルムが剥がれてくれました。とてもね、簡単なので、ボーンってあんまり近くにやると溶けちゃうから、少し離してね、髪の毛を乾かすくらいの距離感でブーンってドライヤーの風を当てると剥がれます。じゃあね。